先島諸島。先島諸島は、日本の南西諸島に属する琉球諸島のうち、南西部に位置する宮古列島、八重山列島の総称である。尖閣諸島を含めることもある。沖縄県に所属する。尖閣諸島については、先島諸島に含めない場合と、含める場合とがある。中国と台湾がそれぞれ領有権を主張している。戦死時代の先島諸島では、 縄文文化の影響は、ほとんど見られず、台湾との共通点が指摘される土器が多く、見つかっている。約2500年前から無土器文化、料理には、同様に、無土器文化を持つポリネシアと、同具国焼きを多く用いたと考えられているに入るが、この時代も、シャコガエカノなどが見られ、これもフィリピン方面との文化的関係が、考えられている。約八百年前頃からカム焼きや、 鍋形土器など、本島さらには、北方との関係が見られるようになる。記録としては、俗に本気に、714年、和道7年に、新閣などの人々が来朝したと記されてり、新閣は、石垣島を指すと言われる。13世紀頃までは、自前の船で、琉球と先島諸島の往来をすることは難しく、両地域の結びつきは薄く、先島諸島は、 南琉球戦士文化圏に属し、それは中国、台湾、フィリピン文化圏の影響が色濃いものであった。原始、雲州府市には、現代の1317年、遠雄4年に、密、騎馬個人が漂着したとの記録があり、これが中国の諸書の書室である。14世紀から15世紀には、先島にも各島にアジが起こるが、 沖縄本島に起こった琉球王国による海上交易の中継地として次第にその影響権に置かれた。1390年、宮古の与那はぜと豊かみ親、新、久が中山を佐都のもとに初めて調校する。魔作は琉球号下せず、先島と琉球が異なる文化圏にあったことを示唆する。宮古では与那はぜ頭と、 メグロモリ・豊親が争っていたが、やがてメグロモリが侵入し、さらに、中曽根・豊タ親が現れて、都を統一した1474年。1500年に石垣島の味、親家赤八、縁渡る慶江赤八が反旗を翻すと、昇進王は、政党軍を編成するが、宮古島の豪族、中曽根・豊タ親が先鋒となって石垣島に上陸し、 親家赤八を打ち取った。乱後、石垣島は、長田大守、入表島は喜び、大吉田城用糸口、田良間島は、土原豊臣親が治めた。これによって、先島のほぼ全域が、琉球王国の支配下に入ったが、与那国島では女子町、三内蕎麦、堺蕎麦とも言うによる、独立状態がしばらく続いた。1609年、 時の大和政権への幕府、徳川家康、秀忠より、琉球征伐御朱印状を得た薩摩藩島津氏が、琉球王国に侵攻、琉球王、少年王は降伏し、琉球王国は薩摩藩に復属することとなった。薩摩藩の命を受け、王府は、先島諸島か番制を設けた。王府は、薩摩復属後も、 徴税代理人となり先島諸島からの年貢を徴収。1637年、王府は先島諸島に対して過酷な人頭税を導入。この制度は1903年まで続いた。琉球王府は先島諸島に対して過酷な人頭税を導入し圧政を敷いた。薩摩及び王府に加え、先島諸島の現地支配層による農民の二重作取、強制不役。 弾圧や迫害の歴史は20世紀まで連綿と続いた。圧政、干ばつや暴風などによる不作や飢饉、大津波などの天災や薬病、熱病の流行による人口の大減少は、王府や支配層による農民の強制移住などの圧迫をもたらした。与那国島には、クベラーリ、クラブバリア、キトマスダ、トウングダの伝説があり、 それ自体は古流球以前の南海の孤島における人べらしの伝説や忌幦の類の域を出ないものであるが過酷な人頭税制などを背景に先島諸島の社会で少子化や英治の意図的な間引きなどが横行、さような間引きは日本本土においても広見されているし、王府が罰状によりそのような行為を禁じたの史実である。ともかく20世紀における 先島諸島民の訴えによれば、薩摩支配下の琉球王国により、宮古島、八重山諸島において、諸図と呼ばれる15歳から50歳まで、数え年の男女を対象に167年から制度化され、年齢と性別、身分、居住地域の高地状況、村くらいを組み合わせて算定された額によって負荷が行われた古琉球時代説もある。この税制度は、 平均税率が八高二民と言われるほどの重税であり、しかも農作物の収穫が少ない年でも払わなければならず、冬民を苦しめたと言われる。この聖頭は、廃藩置県後も、旧琉球王国の既得権益層への怪獣のために、取られた旧貫温存作により存続したが、1893年、明治26年に、中村十作、白間正康。 平誠牛、西里か原四4人により、沖縄本島の関係や氏族らの妨害を乗り越えて、国会請願書が当時内務大臣であった、井上織に届けられた。中村の同郷、新潟県の読売新聞記者である、増田義和の記事で国民に周知されるところとなり、世論の後押しも受け、第八回帝国議会において1903年、明治36年廃止され、 日本本土と同様の地層に切り替えられた。もっとも大崎正春によれば、表向きの皇帝の高素率は、日本本土の四公六民に比べ、琉球で三公七民、先島では島により異なり四公五公ほどと、格別に、重いわけではなかったが、前述の通り現地支配層による過酷な二重搾取や、強制不疫、二十日大寺、初確約、 米を生産できない島への米功能の強制と、その代替としてた島への強制移住、そもそも格闘官の人口調整のための強制移住、遺廃者への過酷な弾圧など、結果として過酷な支配であったとしている。また、王府の江戸のりや中国作法師受け入れのための費用、なども、本来控訴と別に、先島の農民から間接的に徴収されることとなった。王は、 このような二重搾取等を表向きは放置していたわけではなく、割へ、国事権において王府は、表面上は、現地支配層を厳しく師団し子処罰するうちとなっていたが、現実には、罰の猶予や勘助が行われるなどの流図旅に終始、したと指摘しており、これが、タラマ騒動や落書き事件などの紛糾へと続くこととなる。なお、強制移住など王府、 現地支配層による弾圧は琉球王府消滅と共に亡くなったものの過酷な搾取や強制府役は旧館温存政策により20世紀まで続いたという点では大崎も一致している。明治政府は1872年、明治5年琉球王国を廃止して琉球藩を設置した。しかし清市はこの日本の政策に反発。 琉球は古来中華帝国に服属していたものとして、琉球の領有権を主張した。1871年、明治4年、首里王府に年貢を納めて帰戸に着いた宮古、八重山の船4隻のうち宮古船の1隻が、台湾近海で遭難し、漂着した69人のうち3人が溺死、山中をさまよった生存者のうち54名が、 台湾先住民によって殺害された宮古島島民、遭難事件事件に対し、日本政府は慎重に厳重に抗議したが、原住民は、加害の民、国家統治の及ばないものであという慎重からの返事があり、これにより、日本政府は1874年、明治7年、台湾出兵を行った。1879年、明治12年、明治政府は、琉球藩を廃止し、 沖縄県を設置、琉球処分するが、清との間に、琉球の領有権問題が発生し、日本政府は、日清修好条件の最警国対具条項の追加と引き換えに、沖縄本島を日本領とし、八重山諸島と宮古島を新領とする先島諸島活条案、文島改め役案を提案した。清も一度は王子仮調印したが、清は、 八重山諸島と宮古島を望まず、琉球領とした上で、清と作法関係を維持したままの琉球王国を再興させるという李口賞の意向によって、妥結には至らず、琉球貴族問題も棚上げ状態になった。琉球再興に動かない、清の態度に抗議した脱新人、名城春傍ら、林横の自以外もこの時のことである。日清戦争の結果、 旧琉球王国領の全域が日本領であることを清は事実上認めざるを得なくなった。政府による近外化は本土や沖縄本島よりもかなり遅れ、前日の通り人道税を中心とした王国の制度は20世紀初頭まで温存された。また1937年まで日本標準時より1時間遅い西部標準時が適用されていた。 沖縄本島とは違って、太平洋戦争の戦場にはならなかったものの、1945年に入ると激しい空襲と艦砲射撃を受け、6月以降には八重山諸島で山岳地帯や入り表島など、マラリア危険地域への移住命令がされ、マラリアによる死者が多数出た。宮古島は平坦で、連合軍の飛行場設置を恐れ3万人の陸軍兵が駐留した。 1> 約一割の兵士が占病死したが、都の女性と仲良くなる兵士が多く、引き上げ時は、港は悲しみの女性でいっぱいであった。残った兵士もいた。さらに、沖縄本島の陸軍が壊滅すると、軍、行政共に機能が停止し、指揮系統が切断された、守備隊の一部が畑から作物を盗んだり、島民に暴力を振るうなどしたため、 石垣島の住民はアジ警団を結成して、これに対抗し、さらにこれを発展させて12月15日に、八重山自治会を発足させた。一方、アメリカ軍は11月26日告示された、米国海軍軍政府布国第一英語を1月8日に、宮古島で、12月23日に石垣島で交付、軍政樹立を宣言し、宮古市長、現、宮古事務所と八重山市長、 現、八重山事務所を復活させた。1952年の日本国との平和条約によって国際法上も米国統治下に置かれることが確認された。1972年の沖縄返還に伴って日本国の姿政権が回復した。しかし米国統治下で統計123度の与那国島の上空に防空識別圏の境界線が引かれていたため、 変換後も島の領空の日3分の2は台湾の防空式圏外のままであった。ただし台湾は自主的に与那国島を避けるように台湾よりの海上に防空式別圏の境界線を設定して運用しており、外務省も防空上の問題は事実上生じないという立場を追っていた。そして2010年6月25日に正式に防衛省の訓令の見直しが施行され、 日本の防空識別圏が、与那国島の西端から西側に十四回り、領空1二回り干渉地帯二回り広げられて、日本の領空と台湾防空識別圏の重複問題が解決した。台湾の新中派の場永久政権は、一方的な識別圏の変更は認められないとの声明を出したが、台湾は前日の通り、元より識別圏の境界線を与那国島上空から、 西側会場に設定して運用していたため、問題にはならないと見られている。テレビやラジオの放送は、テレビが NHK 沖縄放送局、前進は沖縄放送協会、OK。ラジオは民放の琉球放送 RBC が開局してサービスを開始した。民放のテレビ放送は1993年に中継局が開局するまで、 すべてケーブルテレビの自主放送で時差配信されていた。詳細は宮古島中継局を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。